シムカセンはフランスの自動車メーカーシムカが1961年から1978年まで生産したリアエンジンの小型乗用車である50%超の株式を保有する親会社であったフィアットのリアエンジン小型車600の影響を受けながら独自の4ドアセダンの車体と新設計の水冷4気筒 944cc エンジンを搭載して登場した 600の上級モデルとしては、フィアット自身が1964年に発売する、フィアット850の先行するモデルであった。トランクスペースを稼ぎ出すために、燃料タンクは後方エンジンルーム内に設置され、その結果前後重量配分は35対65と、極端なテールヘビーとなり、オーバーステア傾向が顕著な反面、乗りこなせれば活発な走りを見せる車となり、 フランス国内では比較的好評を持って迎えられ、翌1962年に登場したルノー8と共にフランス大衆車市場の主力を従来の2から 4CV クラスから6から 8CV クラスへ上級移行させることに成功した。1000は17年間という長期にわたって生産され、生産期間中には電化版として内外装を簡素化したシムカ900や 800cc のシム4が投入された一方、上級版、スポーティーモデルとしては1100の 1118cc エンジンや1301の 1294cc を搭載したスペシャルやスポーティー版のラリー1、ラリーにも生産された。モデルライフ後半になると、ラリー系のスポーティーなイメージを全面に出して売られる。傾向が強まり、究極的なラリー3も、 最終年の1978年に仙台限定で生産されたが、これは 1294cc で103馬力を発する高性能車であった。アメリカにも 1188cc 版がシムカ1118として輸出されたほか、日本にも登場直後には、当時の日本総代理店国際工業から正規輸入が行われたが、販売は振るわなかった。日本には、 ラリー3も何台か並行輸入されている。トランスミッションは4足 MT の他に、フェロードが開発した3足セミ AT も選択可能であった。ブレーキは当初は前輪ドラム式であったが、1965年に追加された GLS 以上には前輪、ラリー2以上には4輪にディスクブレーキが装着された。モデル末期の1977年になって大幅な、 マイナーチェンジを受け、大きな角型ヘッドライトとフロントエンジン車のようなフロントグリルが装着され、1000本来の可愛らしさは大幅に損なわれた。この際、車名が1005、1006 100、5と6はフランスの風矢リー機を示す。上級モデルの1307、1308と同様の命名方法となった。1二百 s クーペ百六十二年のジュネーブモーターショーには、 イタリアのカロッツェリアベルトーネのデザインによる2プラスに座席の1000クーペが追加され、当時のチーフスタイリストジョルジェット・ジュージアーロによりシンプルで流麗なデザインがなされた。1967年にはセガン系に先立って1301の 1294cc エンジンを搭載した 1200S クーペに発展、フロントにラジエーターが移されて、 フロントグリルとボンネット状のルーバーが追加され、戦時代の簡素座は失われたが、後のラリーに準ずる 85PS、6200RPM エンジンにより、最高速度時速 178km の高性能車となった。1200S クーペは1971年まで生産され、日本にも輸入された。また、 イタリアのアバルトは1000のエンジンをベースに 1137cc に排気量を拡大した2座席にドアクーペ、シムカアバルト1150を生産した。ありがとうございます。